走っていこうぜ。どうも武田でございます。はい、ということで本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになっておりまして、明日試合に出場いたしますというところなんですけれども、全くの明日でして、今がね13日の金曜日って、ちょっと待って、試合にさなんですけれども、まあ実は何の試合にこう出ようかっていうのは YouTube 上では皆さんにお伝えしていなかったので、今回しっかりお伝えさせていただこうかなというところなんですけれども、5月中旬に1回自分の中で大切な試合があるよとお話はしていたんですが、東日本実業団に出場いたします。はい、個人の 100m と 200m に出場しようかなというところで調整はしてきたんですけれども、まあ明日が 100m あって、2日目に 200m があるんですけれども、お伝えしていたところで、まあアキレス腱の状態がずっと良くなくて、試合も出れるか出れないか分かんない状態ではあったんですけども、試合前の最終調整は終わらせて、アキレス腱には問題はなかったなというところなんですけれども、合わせてお尻からハムストリングスにかけて、そっちのが気になってる状態です。なんですけれども、最終調整をした段階では明日の試合は走れるかなというところではありますので、まず 100m の予選を走ってみる、それがまず全てです。それからもし準決勝に通ったら決勝走るか走らないかを決めていく。準決勝走り終わった後、まあ決勝行けるかちょっとかなり厳しいもんではあると思うので、期待はしていないんですけども、その次の日の200走れるかっていうのはもう随時明日の状態を見ながら決めていきたいなと思っております。軽いご報告の動画にはなっているんですが、試合1週間前から自分の足の状態だとか練習の内容的なものは随時動画を撮っておりますので、これはちょっとまた改めて皆様の方に見ていただければなと思います。今回は明日行われる東日本実業団にはまず出走はできそうだなというところでお伝えさせていただきました。プラスね、実業団っていうところもあって、いろんな方と会えるのも楽しみですし、何より地元開催、この地元開催で東日本実業団という素晴らしい試合で、しかもアクセルの名前を背負って走らせていただけるっていう、本当に光栄なことで、これって多分一生あるかないか分かんないぐらいだと思うんですよね、これから先。僕が中学校3年生以来なので12年ぶりの開催かな、ここでは。多分あったらごめんなさい。プラスめちゃくちゃ速い選手はたくさんエントリーしてるんですが、どの選手が出るかちょっと当日になってみないと分かんないんですけども、かなりレベルの高い、僕が社会人になって自分の中では最高峰にレベルが高い試合ではありますので、本当になんかこう縁を感じるので、納得いく調整と練習っていうのは全然できてなかったんですけど、アドバイス、トレーナーさんたちの支えっていうのは本当に大きかったので、動画ではあんまりこう言えてなかったんですけど、出場できること本当に感謝です。目標は2つあります。怪我をしないで帰ってくること。笑顔で楽しめたらいいなと思います。YouTube ライブでも試合の様子は流れていると思いますので、こちらでもぜひ応援していただければなと思います。ということで、それでは皆さん、明日、行ってきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。